サセックス公爵と、同婦人サセックス公爵と、公爵夫人の英国王室離脱、通称、メグジットとは、2020年1月8日、英国と北米の2カ所で暮らし財政的自立を、試みたサセックス公爵ヘンリー王子とサセックス、公爵夫人メーガンが、インスタグラムで、好位王族を知り族意向を告知したことに起因する。通称であるメグジットは、メーガンと、 エグジットのカバン語であり、これは同時期に起こった英国の EU 離脱問題、ブレグジットと対応している。この問題について様々なネットスラングが生まれたが、結局この通称がマスメディアに広く採用されることになった。例えば、ニューヨークタイムズにより記された記事には、メグズイット、イズ・ザ・ニュー・ブレグジット・イン、エイブリデン・スプリット・バイ・エージ・アンド・ポリティクスとある。 この騒動によって13日、英国王室はイングランド東部のサンドリンガム離宮で前例のない緊急会合を開いた。エリザベス女王が珍しく個人的な声明を発表した。この騒動に対する女王の対処を人々は称賛した。18日、もはや彼らは英国王室に属しないことと彼らの殿下の称号を使用させないことが合意された。 このような称号の剥奪という点において、ダイアナ妃やヨーク公爵、プジンセイラとは異なる。この結果はしばしばハード・メグズイットと記される。メグジットにより、ヘンリー王子とメーガン夫人は、英国王室と王室の関連から正式に離れ、新たな商標であるサセックス・ロイヤルの下で自立を計画することになった。この計画によって、メーガン妃が彼らの生命の超本人だと広く、 報道された憶測や否定的な考え方を生み出した。そもそもメグジットは公爵夫人に反対するインターネット上の嵐によって作られたものだった。ヘンリー王子は後に尻くというのは軽い決断ではありませんでした。それ以外に方法がなかったのですと言ったとされている。2020年1月8日の水曜日、サセックス公爵ヘンリー王子とサセックス公爵夫人。 メーガンは彼らのインスタグラムアカウントで英国王室のシニアメンバーから身を引くことを発表した。この投稿にはこの決定に関するさらなる声明を掲載した新たなウェブサイト sussexroyal.com へのリンクが含まれていた。王室の中には突然の発表を承認していたものや事前に知っていたものがほとんどいなかったと広く報じられる中、 宮殿は直ちに声明を発表した。サセックス公爵及び公爵夫人との話し合いは初期の段階にあります。英国王室内では夫妻の将来について数ヶ月間の対話があったように見えたが、ワシントンポスト氏は夫妻の突然の発表はこれらの話し合いの結果が出そうなことを三氏に漏らした結果だったと報じている。歴史家のロバート・レイシーによれば、 ヘンリー王子は宮殿に情報を漏らさないように最善を尽くしたが宮殿の定臣たちが彼のプライベートな通信を報道機関に漏らすと考えていたという発表直後2019年10月のアフリカ旅行中に夫妻に何度かインタビューを行っていた ITV ニュースアットテンのトム・ブラッドビーはサセックス公爵夫妻がカナダのバンクーバー島で6週間のクリスマス休暇中に 競技の王族の一員ではないと言われ、事実上追い出されていると複数の情報筋から引用している。ワシントンポスト紙によると王室の電気作家、ロバート・レーシーは、チャールズ皇太子はより小型化された王室を提唱していたと述べている。ブラッドビーの発言に加え、イギリスの一部タブロイド紙による夫妻への敵対的な扱いが続いたことやメーガン妃に対する人種差別の問題なども、 理由として挙げられている。最終合意後の2020年1月19日、ヘンリー王子はスピーチで次のように述べている。妻と私が身を引くという決断は決して軽々しいものではありません。何年もの挑戦の後、何ヶ月も話し合いをしました。本当に他の選択肢はありませんでした。私はこれを受け入れましたが、それは私が何者であるか、私がどれだけ。 献身的であるかを変えるものではないと知っています。でも、それが何をしなければならなかったのかをあなたが理解する、助けになればいいと思っています。私はこれまでに知っていたすべてのことから家族を一歩、後退させ、一歩前進して、より平和な人生になることを願っています。BBC ニュースの王室担当記者、ジョニー・ダイモンドによると、このスピーチで、ダイモンドが、 メーガン神話と称したサセックス公爵夫人が二人の人生を変えたいという願望の根底にあるという考えであることを払拭しようとした。ガーディアン氏によるとヘンリー王子はスピーチの中でメディアを強力な力と呼び報道機関の足元に責任を転化する様に見えたという。ありがとうございます。